はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、改めまして、後藤選手、今泉選手でございますけれども、はい、お集まりいただいたファンの皆様に、まず一言ずついただけますでしょうか。はい、それでは今泉選手からこちら。はい、今日はお越しいただいてありがとうございます。ちょっと思ってる声高いなと思います。いいじゃないですか。緊張もありますからね、やっぱりね。ありがとうございます。可愛らしい声して。はい。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして後藤選手お願いします。短い時間ですが、今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に短い時間ですからね。はい、お座りいただいていいですか。はい、じゃあどうぞ、はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか後藤選手ちょっと雰囲気変わりましたね。なんかどういう風にですか。ちょっと大人の女性になったというか。前は子供っぽかったって言いたいんですか、あなた。前までなんかクソガキみたいな。クソガキってやめてください。本物のレーサーなんですか。大人の女性。なんかちょっと大人っぽくなりましたね。いや、そう、お綺麗ですよ。はい、ありがとうございます。そうですよね。今泉選手もお綺麗ですもんね。ありがとうございます。お綺麗になられて。さあ、ということでございまして、はいはい、地元スター候補のご説明をさせていただきます。はい、全国24レース場で各レース場から有望な若手選手が地元スター候補、準地元スター候補が選ばれるスター選手育成制度でございます。はい、今泉選手は去年に引き続きます、引き続きになりますが、1月も平和島でお二人のトークショーをご出演いただいております。はい、ということで、今後ね、平和島でイベントに出ることが多くなりますけれども、トークショーはお二人ともそう、なんていう、おしゃべりすることは得意の方ですか。得意ではないです。得意ではない、はい、でもよく呼んでいただいて、よくね、ここステージのね、はい、今泉選手が来ていただいて、はい、でも今泉選手はやっぱこう芸人とかからすると、はいはい、すごくいじりやすそうな選手ですね。まあ、まあ確かにね、まあ、そのご本人にね、こういうのは失礼かもしれないんですけども、はい、なんか旨味しか感じないですよ、ね。はい、まあ、いっぱいいじったらいっぱい引き出しがありそう ね、なんかすごいいじればいじるほど味が出ると言いますか、はいはいはい、そういうのは全然平気ですか。いじられるというのは、はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。本当にこの人危ないですからね。この人関西の。いやいや、僕は大丈夫です。はい、紳士的にやるんで。紳士的に、はい、紳士的にやります。はい、あれですか、あの後藤選手はいかがでしょうか、トークの方は。何度かトークショーに呼んでもらってるので、はい、まあ、でもあんまり得意ではないです。 おしゃべりの方はね。いや、正直、はい、俺たちより後藤選手がトークショーやってますよ。そうですね。そうですね。我々よりも出番は多いでしょうね。出番多いですね。もうほぼ芸人としてですよ。だからね、はい、こんなに来てもらってれば、はい、さあ、そんなトークが得意だというお二人に、はい、質問の方をしていきたいと思いますが、はい、お願いします。お二人の、平和島の水面の相性なんていうのはいかがでしょうか。あ、いいじゃないですか。平和島の地元のね、はい、今泉選手はいかがでしょうか。そうですね、デビューも平和島でさせていただいて、はい、水神祭とか初優勝とか、ね、はい、勝も、はい、平和島だったんで、はい、相性はいいと思います。いいと思います。はい、まあ、相性はいい水面と、うん、後藤選手はいかがでしょうか。私は良かったり悪かったりです。あ、良かったり悪かったり。いい日もあれば悪い日もあるの。いや、だから初優勝は俺ここで見てましたよ。ここね、はい、後藤選手優勝したね。冷静に指したね。あれ良かったですよ。取ったんですね。はい、取ったんですね。取るわけないじゃないですか。取ったんですか。言ってあげてください。なんで取るわけないって信用してないみたいな。いや、あれすごいです。準優からすごくてね。そうね、すごいですよね。準優からもうすごいとこから来て、6コースから来てね、はい、優勝戦も3コースから、3コースから。まあまあ皆さんにも記憶にはあると思います。平和島は得意な日もあれば、はい、ちょっと苦手な日もあるというのが、まあ選手本音というかね、はい、逆に言えばその苦手だなって思う部分はどんなところですかね、後藤選手も。ちょっと私風があまり好きじゃないので、はい、平和島を風が吹くとちょっと走りにくい、はい、あ、なんかちょっと苦手な感じが出ちゃう。焦げたり振り込んだり。無風の時はじゃあ後藤選手は買いですね。じゃあそうですね、それ買っていただいても信用してもらってもいいっていう、はい、無風の時はでも風が吹いたら私は買うってことですよね。なかなか難しいですけどね。平和島で無風ってなかなかないですから、ね、風がやっぱりね、はい、まあまあ風がちょっと苦手だということで、はい、平和島の水面だとね、今泉選手は苦手な、まあ、相性はいいと言ってますけども、強いてあげるならばとかあります？ここがちょっと苦手かなみたいなのは。自分は風強いのも大丈夫なんで、はい、あとは平和島緩慢さがあるんで、はい、潮が高い時とかはちょっと乗りにくいんで、はい、あ、なるほどなるほど、はい、ちょっと高めの足になってくるとちょっと乗りづらくはなると。そうですね、レースしにくくはなります。でも別にそんなに支障がある程度ではないってことですよね。そうですね、それはまあまあそういうもんですもんね。今泉選手のやっぱ声が特徴あるじゃないですか、はい、そうですね。そのカラオケの18番何か聞いてもらっていいですか。急にプライベートな質問いきますじゃないですか。あの特集2回あるのでスター選手たちのプライベートな部分なのでちょっと抑えていただきたい。いやいや、一回中須さんの得意のカラオケだけ教えてください。いや、僕はもう山崎正義でしょ。山崎正義でしょって言われて全然想像つかない。みんなピンとこないんですよ、ね、皆さん、はい、山崎正義さんの。じゃあせっかくなんで今すいません、カラオケの18番何かありますか。カラオケのソングを、はい、自分声これなんで、はい、
でかい声出すと声がもうしぼんでっちゃって、はいはい、出なくなっちゃうんで、はい、歌えないです。カラオケあまり行かない。行かない。歌が。なるほどね。いやもう声が出ない。それあれですか？なんか運動で潰したとかそういうことですか？いやノーマルです。え？ノーマルです。ノーマル。もともとそういう声です。そういうことですね。仕上がってるな。仕上がってるってなんですか？別にいいじゃないですか。いい声じゃないですか？何をそんな引っかかるところ？どっかで喉潰したみたいな感じで一瞬やめてください。中渕剛さんじゃないですから。はい、逆に後藤選手ちなみにでも後藤選手もこの流れなんで、はい、お箱のカラオケソングだけ教えてもらえればでしょ女子は行くでしょうカラオケ、ね、カラマサあればね逆にカラオケとか行かれます、はい、行けますじゃあせっかくなんでこう何歌うだろうあでも女の人の曲しか歌わないんですけどそりゃそうですよね急にねさだまさしって言われても困りますから最近でも歌った歌でもいいですよそのもうよく覚えて生き物係とか歌います。生き物係、ああ似合う似合う似合うね生き物係がイメージとぴったり。ぴったり。ちょっとごめんなさい。すみません。風が苦手なのに生き物係歌うんですね。風は吹いてるってよく言ってる。風は吹いてもありますもんねタイトルで。生き物係歌うということで。まあでもカラオケ行かれてる。じゃあすみませんご満足いただきました。あ、大丈夫です。もう質問控えてくださいよ。もう質問しません。用意してますから。はい、一切しません。あの一応ね平和島のことも伺いたいので、はいはい、お願いします。今ちょうど SG やってますけれども、お二人にとってこうどうですかこういうレースを見てて。というかどのような感じで自分が出たらとかこうやっていく上で、まあそうですね、SG という、ね、大会ですよね、はい、今泉選手はそうです参考になる部分がいっぱいあるんで、はい、自分も見て勉強させてもらって、はい、自分のレースに生かしていきたいなとは思ってます。今泉選手はだってもうこれから東京を背負っていってもらわないといけないそうですね当たり前のように出てもらわないとダメなんですいて当たり前、はいはい、さあ頑張ります後藤選手ははい私もやっぱり女の人も出てるので、はい、出れないことはないと思うので、はい、やっぱりそういう面も見て勉強になります。なるほどね。いやいや出れますよ絶対。女性選手が出てて出れない自分もおかしいですもんね、はい、いるわけですからね、うん、女性選手がいない大会じゃないですから。そうですよこれは出てもいいんですから、はい、2人ともチャンスがある。出ますよ。平和島はね、はい、あの年末にクイーンズクライマックスがございますけれども、そうなんですよ。後藤選手は1年をそこに向けてやっていくということで、はい、まあ、今もそうですけれども、はい、先ほどすみません、楽屋がね我々一緒じゃないですか。パーテーションだけの区切りがないので、はいはい、お二人の会話がちょっと聞こえてきてしまいまして、別にそんなにね片耳聞き耳を立てて聞いたわけじゃないんですけども、はいはい、どういう会話されたんですか。情報によりますと、はい、後藤選手は夏場に強いという、あ、言ったその話されてましたよね。どちらかというと夏の方が得意だみたいな。それは後藤選手か今泉選手に言ったんですか。違います。今泉選手が聞いたんですよね。後藤選手に夏か冬かの話になって、私夏強いよみたいな話しました。いもうすぐねこれ春が終わったら後藤選手の季節がやってくるってことですもんね。夏生まれ、夏生まれなんですね。いつも成績がこう夏上がってさ冬下がって夏上がってっていう、バイオリズムがやっぱりこう夏が強いと、夏に強くこう暖かくなってくると強くなると。何月生まれですか。誕生日は1月なのに。中瀬さん、はい、なんで生産性もない質問するんですか。夏生まれだと思ったんですよね。なんか夏生まれやなと思って。夏生まれだから夏が得意なわけじゃないでしょ別に。それはそういうもん、体のバイオリズムが。でも夏は好きな季節なんですね。好きではないです。好きでもないんです。強いっていう。先ほど喋られてましたよね。僕嘘ついてるみたいになっちゃうんで言われてましたよね。言われましたね。すいません別に。楽屋でもそういう会話してるのはいいですね。冬は成績下がるってことはなんかプロペラとかやっぱり合わせきれてないんだよねみたいな。なるほどね、うん、素晴らしいです。ああ、その別に本当聞こきはなかったでしょたまたま聞こえてきたんですね。声が聞こえてきて、まあその後藤選手はすごい素敵だなと思ったのが、うわお弁当すごい豪華って言ってましたよね。ああいいですね。女子です ね, ね, えねえローストビーフあるんだけどって言われてましたよね。言いましたね。それも言いましたね。彼は嘘ついてないですね。僕は嘘ついてないね。言ってます言ってます。だから例えば今どれぐらい後輩ですか。先輩後輩で言うと1年半。1年半、はい、あじゃあそんなに距離離れてないから、はい、敬語を喋るんですか。あ、そうですね、そうでしょう。先輩なんですから。でも同い年なんですよ。あ、同い年で。あ、じゃあもう話は合いますよね。そりゃ気軽にローストビーフ美味しそうって言いますよね。なるほどなるほど、なるほど。そうそうですよね。ローストビーフとか美味しそうって言われたらどう思うんですか。いやもういいよそんないちいち言ってこなくてもと思う。女子がってこと、はい、ちなみに今泉選手はどうなんですか。楽屋もね、はい、2人一緒ですけれども、でも自分も
弁当豪華だなと思って。あ、思ったんだ。今日はよく話があったんですね。ありましたね。はい、中津さんは思うってことですよね。はい、もし言われたら、後藤選手はローストビーフ美味しそうって言われたら、はい、いやそれは美味しそうやろって思います。冷たいですよ。冷たいですよ。美味しそうだねっていいじゃないですか、うん、そこは。女性に言われたら。女性ってそういう思ったことを口に出すところありますよね。はい、まあそうですよ、はいはいはい。あなたも言うじゃないですか。すぐレース見ながら。なんですか？口に出して言うじゃないですか、心の声。あ、まあ言いますけど、はい、まあ俺男性なんで。男性はよくて女性ダメなんですか？いや女性はだからそういうちっちゃいことも言うじゃないですか、はい、ちっちゃい声、はい、男性はやっぱこう口に出すときはやっぱ一つこうなんかボケて言ってますもん。ボケてないですけどね、はい、ボケてですね、はい、目がまっすぐだよ、気持ちはね、はい、ですね、目がまっすぐです彼は、目がまっすぐでございます、はい、さあね、まあ時間もありますけれども、はいはい、お二人にとってこうね今後レースをやっていく上で、はい、こういう部分を見ていただきたいとかそういうものもありましたら、アピールポイント的なね選手としてのすごいですけどね二人とも。さあ、じゃあ今泉選手から、はいはい、自分はまだ外からのレースの方が慣れてるんで、はい、外からのレースを見てもらいたいですね。なるほど、まだ、はい、もうコースは入ってますよね、はい、コースは、はい、入ってます、はい、で外の時の方がもう見てもらいたいと今のところはまだ、はいはい、確かにね、なんか黄色のイメージすげえ強いです俺、今泉選手、今泉選手のカボッコ黄色の勝手なイメージ、勝手なイメージね、はい、勝手なイメージですよ、本当にどうですか。いや黄色多いです。あ、黄色多い。あ、得意です。黄色。黄色の時は得意。得意。得意です。あ、やっぱ間違ってないです。はい。ありがとうございます。はい。さあ、後藤選手は。私もセンターからのレースが好きなので。はい。だからね、そう。この後ね、センターにお兄ちゃんがちょうど。まさかね、こういう風にもなるかなとは思ってましたけど。はい。はい、お兄ちゃん赤だ。お兄ちゃん赤ですよ。はい。ちょうど、はい、センター。どうなんですか、逆にこうご兄弟の話とかこうあよくあるとは思うんですけど、さ全然嫌じゃないというか。あ、全然嫌じゃないです。はい、じゃあ後半のね、2回目のトークショーの時はちょっとね、うん、はい、お兄さん、この後レース終わりのお兄さんのレースを見るわけですから、今。はい、今お兄さん帰って見ますよね。お兄さんの水神祭っていうか、SG の水神祭、どう思いました？どう嬉しいでしょ。嬉しいです ね。そう普通に。うわーってなるんですか、やっぱり。すごいレース、まあ、それはもうレーサー、同じレーサーですからね。うん、そんなに、はい、そんなおめでとうっていう気持ちですよね。ああ、やっとんなぐらいの。関西の人じゃないんですよ、だから。あのすみません、今質問が変わっちゃってるんですけども、あのこういうところを見ていただきたいという後藤選手はね、ごめんなさい、はい、後藤選手はどうでしょうか。センターからのまくりですかね。ちょっと最近ちょっとまくりがバレてるんですけど、センター入るとまくるだろうと後藤選手はまくるだろうって思っちゃうからそれバレてると他の選手にもお客さんにも、はい、なるほどね、ぜひとも、はい、そこを見ていただきたい、はい、センター入った時はまくりに行くと、はい、これはね素晴らしいです、素晴らしいですね、はい、いいレースでございます、先ほどまでちびっこばっかりだった客席が急にこんなに大人に増えるわ。ちびっこはもう帰りましたから、今日ちびっこすぐ帰ってきましたから終わった後に皆さんも興味津々で聞いていただきます。でもこっからですからね、はい、残党はね、あ、そうですね、直してきますわ、まあ、すいません、後でね、子供たちのね、さあということで2回目がですね、14時57分頃から10レース発売中に、10レース発売中、準優勝戦の今度はですね、プライ、まあ、先ほどカラオケの質問しましたけれども、はいはい、もうちょっとプライベートの部分をブブッと入った感じで、あ、なるほど、お二人一応別にその NG 的なこともないということなので、ありがとうございます、何でも聞いて結構でございます、わかりました、はい、でちなみにですけど、なんか今のうちにこれ聞きますよって質問ね言っといたら、あ、いいですか、用意していきますもんね、パッとしてパッと出てくるかどうかわからないので、はい、先にこの質問しますよっていうのね、血液型とかどうでもいいよパッと出るなんでコンパの1個目のボケみたいな感じさあということで締め切り5分前となりましたので、はいはい、この後、10レース発売中14時57分から、またこう行いたいと思います、はい、それではお二人が退場しますので盛大な拍手をお送りください、はい、ありがとうございました。今泉選手、そして後藤選手でした。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。また後ほど、はい、10レース、さあ先ほどよりも西日が強くなってまいりましたけれども、はい、それでは一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。はい、今泉選手お願いします。短い時間ですけれども、はい、一日よろしくお願いします。お願いします。はい、続きまして後藤選手お願いします。はい、先ほどに続きよろしくお願いします。お願いします。ちょっと短い時間ですけどね、はい、お願いします。それではお座りください、はい、さあということでございまして、はいはい、西日も強くなって、今泉選手の髪型の色がより一層目立つようになりましたけれども、はい、ね、色抜きました。今今抜いてないですよさっきもこの色でした。西日のせいです。西日のせい、アッシュの、ね、色合いがいい感じで、僕からプライベートな質問して、はい、もう先ほどはボートのことをねたくさん、はい、あの平和島の水面の相性とかお聞きしたので、はい、今度はもうやはりファンの皆さんもいらっしゃいますので、プライベートの部分も、はい、聞きたいなとは思いますけれども、はい、まあこちら一応ありますけど聞きます。これで一回その、まあ、回じゃあ聞いてください。基本ベースの方、はい、基本ベースは一応3つほどありまして、はい、プライベートでチャレンジしたいこと
ることや目標することありますかとか、はい、まあ、こんな趣味始めてみたいとか、はい、また他にはレース場に持っていくものは他の選手と違う変わったものはありますかとか、なるほどね、デビュー当時と今では持っていくもの、持っていくものとか変わりましたか、レースのお休みの日にレースに向けて準備していることはありますかと、はい、まあ、言えばベタな台本通りの質問でございますけれども、はい、こちらの方を答えていただくか、はい、芸人サイドのわけのわからない質問に答えていただくかはもう、はい、もうお二人次第ということでございますけども、はい、一応、はい、まあ、プライベートレース場に持っていく他の選手と違った変わったものなんてありますかというこう、まあ、なるほどね、うん、まず普通のレーサーっていうのは、はいはい、レース場入るとき、うん、絶対持っていくもんってあるんですか、はい、あ、それ聞きたいですよね、はい、本当に、はい、今泉選手は何か持っていくものとかあります、絶対持っていくもんってあるんですか、マイク使っていただいて大丈夫です、はい、はい、絶対持って、まあ、まず、まあ、ユニフォーム的なものは何着か持ってきますよね。あ、持ってきますね。着替え的な。それどれぐらい持ってくるんですか。自分は2セットです。2セット。2セット。はい。うん、セット、はい、でパンツ、まあ、下着というかね、はい、そのまあは何枚ぐらい。2枚です、ね。2セット、はい。2セットです。上もあるんですか。2セットって言うんで。まあ、一応肌着みたいな感じですか、はいはい、インナーの、ね、インナーのタンクトップとかみたいなことですよね。はい、じゃあそういう、まあ、衣装系以外で、うん、まあそうですね。バッグに入れてるものは。バイブル的なね、何かこう。はい、あとなんかちっちゃい椅子みたいのは自分は持ってってます。ちっちゃい椅子、はい、椅子、ちっちゃい椅子ですか、はい、あのキャンプとかで使うようなやつ、あ、一人用の本当にこう映画監督が座るようななんか平べったい骨盤矯正の椅子みたいのあるんですか。ああ、なるほど、それを必ず、ああ、これはいいね。それは部屋で座、それをに座る宿舎で、はい、畳なんで、はい、あの腰痛くなっちゃうんで。なるほど、はい、そ, れでそんな何時間も座らされるんですか。いや、そのだからもうちょっとケアですよ。宿舎で部屋の中でですよね。部屋の中で地べたに座るよりはそっちに座ってる方が骨盤にもいいからって、はい、プライベートな時間にね。そういうことです、はい、なんで上からそんな感じでずっと畳に座っとけって言われる。座っとけのがいいじゃん。立たされるよりは座ってこうがいいじゃないですか。別にこう動けるわけでしょ。、まあ、ちっちゃい椅子ずっとこうやっとかなあかんみたいな、まあ、いいプライベート過ごし方ですから、ね、後藤選手は何かありますか。必ず持っていくものというか、まあ、女子選手、まあ、一般的に男子でもいいですよね、うんうん、男子とはこれ違うなみたいな、はい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 、まあ、女性ですしね、いろいろなものあるでしょうけれども、はい、雑誌ですかね。雑誌、雑誌、あ、雑誌、やっぱ平和島はテレビが1台しかないんですよ。はいはいはい、なんでテレビ券がないので、テレビ券がないからやっぱ先輩に譲らなくちゃいけないから、そのやっぱ雑誌ってのはファッション誌だったりとか、そうです、そういうのやっぱ女性ですから。あ、部屋に1台ってことですか。そうです。あ、同部屋になるとね、はい、先輩、同部屋になるとやっぱ先輩がテレビ券を持つ、それはどの世界でもね、それは自分ではこの番組見たいのに先輩がそれこそニュース番組見ちゃってるな、バラエティ、後藤選手はバラエティ見たいのにとかっていうことですよね。そういえば言ってしまえば、まあ、でも一緒に見てるんですけど、うん、はい、つまんねえなこの番組とも思う時もある。思う時もありますよね、それね。先輩が見てる番組で一緒には見ますけどってことですよね。そうです、ね、好きなテレビ番組とかあるんですか、後藤選手は。その日によって違うので、はい、あんまりお笑いは見ないです。お笑いは見ない。お笑い見ない。じゃあもう本当に、あ、じゃあ逆に言うと後藤選手の中のお笑い芸人って俺らですね。違う、そう。低いですよ。俺らお笑い芸人もやれてないんですから、世間では。お笑いは見ないでテレビは見たいということは、音楽番組とか、うん、そういうことですね。あ、なるほど、なるほど。今泉さんアイドルとかね、好きな番組とかありますか。自分はバラエティーとかをよく見ますね。あ、よく見る。最近この番組面白いなっていうのありますか。有吉反省会とか。有吉反省会、面白いですね。面白い、面白い、確かにね。芸人さんはご存知ですか、結構そういう。僕らは吉本なんですけども、吉本の芸人とかは。そうですね、バラエ、はい。好きな方ですか。はい、好きな方です。よかったです。これで大嫌いですって言われたらね。まあ言わないでしょうけどね。3人とも下向きだけでしたけども。はい、だから今泉選手ってなんかスポーツとかやってたんですか、もともと。もともと高校はラグビーやってました。ラグビー、はい、あ、そうなんですね。ラグビーからボートレーサー。はい、なるほど。ずっと高校ぐらいまではラグビーで、大学は行かず、もうレーサーの道に。大学行って卒業してボートレーサーに。ああ、ラグビーポジションはどこですか。ポジションはセンター。あ、センターで、はい、タックルとかも得意で。そうですね、タックル得意です。タックル受けるの好きな人がいるんです。僕実はめっちゃラグビー強い高校、ね、行ってたんですよ。東海大仰星なんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、まあ、今年花園優勝しましたけど、タックル受けるの得意ですよね、はい、タックル受け得意ですけどね、ちょっと今ここでやると腰が砕けそうなんで。お笑い芸人ですもんね、うん、お笑い芸人ですけど僕そっち系やらないんですよ。で逆に今泉選手もタックルしないで大丈夫です。やりましょうかって立ち上がったら僕止めますから、終わりますからね。やめてください、選手なんですから、はい、体壊しちゃダメです。後藤選手はなんかスポーツは、
私は、ずっとサッカーやってて、女子サッカー、そうです、すごい。じゃあボートレーサーか女子サッカーかってなったぐらいじゃないですか。今もね言っても選手ですから。サッカーはプロのプロを目指したというか、サッカーのプロまでは目指さずもう、やはりお兄さんたちがボートレーサーだったので、はい、妹もついていくというか、はい、これ本当僕質問なんですけど、兄弟3人でやられてるじゃないですか。その、まあ、これ多分いっぱい質問されると思うんですけど、お兄様たちから誘われたのか、自分からこの世界にお兄さんたちがやってるか飛び込んだのかっていうのはどっちなんですか。あ、誘われたのか意思で行ったのか。確かにね、私が試験受けようって言ったんです。その時のお兄さんたちの反応はどうだったんですか。あ、いいんじゃない、やるのかお前もみたいな。あ、無理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 とか言われなかったんですか。あ、言われなかったですね。あ、いけんじゃんみたいな。あ、いいですね、うん、それはね。あれ、お兄さんたちもみんなあれですか、結構一発二発で合格してるんですか。うん、一番上は6回で、はい、2番目は10回です。10回、やっぱね、私聞いてください、私3回、私聞いてくださいじゃないですよ。私だけお兄さん、1個上のお兄さんはね、早田選手は10回だ、ただ自慢したかったってこと。私は3回できましたと。確かに、あの1個上のお兄様はやっぱり10回受けてそうな感じ、ほらそんなことない、そんなことない、強いですよ。いや、面白いですね。もっとすごい人、何回、自分は1回、すごいですね。さすがですよ。ちょうどね、この間僕あのボートレーサーになりたい人を集めた、はい、今後ね、この今高校生大学生の、はい、ボートレーサー今目指してる人たち、はい、若者たちに、はい、なりたい人を集めたなんか、はい、会があって、レクチャー会みたいなね、あ、選手がゲストで来てみたいなやつがあったんですけど、はい、ほんまに何十回って受けて受かってない人いましたよ。もうね、やっぱそれが厳しい世界だと。君、もう体もムキムキなんですよ。みんなね。もう鍛えすぎて、うん、はいはいはい、テストに向けて、はい。なんで受からんのって言ったら、なあってなんだよ。なんで受からないのって聞いたら、とにかく学科がダメなんです。学科の方が、ね、はい、学科は難しいんですね。めっちゃ難しいんです、あの問題ね。なんか模擬試験みたいなのあったんですけど。でそれを一発でクリアして、3発でクリアしてるんですから。あ、大学出てるんですもんね。何大学ですか。明治大学、それはもう一発です。すごいですね。学問はもう一発です。すごい、明治でラグビーしてたわけ。大学ではラグビーはやってた。あ、なるほど、はい、体がちっちゃかったんで、すごい、いろんな選択肢がある中でなぜボートレースを選ばれたんですか。一番は夢があると思ったんで、ボートレースいいなと思って。あ、なるほど、ね、全然ちっちゃい頃からボートレーサーになりたいとか夢ではなく、その時に気づいたら、もうこれが一番夢を追いかけられる世界だと。はい、なるほど。後藤選手は大学とか行ってるんですか。大学は1年だけ。1年だけ行って、すぐもうボートレーサーに、はい、なるほど。大学中にもボートレーサーになったんですか。そうです。ああ、途中でやめて。それもやはり夢、やっぱこの世界夢があることを、はい、大学なんか行っても意味ねえなと思ったってことですか。そんなことないですよ。ホテルマンになりたかったんです。ホテルマンになりたかったんです。これをこう、それはちっちゃい時からですか。いや、高校生の時からにもホテルの世界で。確かにホテルマン顔やよね。ホテルマン顔ってホテルマン顔ってなんだ。いや、なんかこう愛嬌あるというか、こう、まあね、兄さん事件ですって言ってる場合じゃないだろう。ホテルのね、そんな古いホテルじゃないですか。ホテルマンでもそういうことですね。帝国ホテルとかそういう一流の綺麗なホテルのってことですもんね。あれ、今泉選手って結婚とかしてるんですか。いや、してないです。ああ、はい、独身、はい、独身。ああ、願望はあるんですか、もうしたいなみたいな。まだ全然ないです。頑張ってね。はい、この一つ質問なんですけども、やっぱ東京支部の選手たちは、はい、普段この仲がいいのかどうかっていうのは、やっぱもうファンとしてはすごく気になるんですけど、うん、まあ、男子と女子がいらっしゃいますから、はい、そのどうなんですか、交流みたいのはプライベートの中ではあったりするんですか。休みの日一緒だったら遊びに行ったりとか。同期とは、はい、よくご飯行ったり。同期は、うん、はい、しますけど。一緒に出かけたりとか。同期と言いますと、ちなみに誰になるんですか。馬場剛。ああ、馬場君。馬場君とは。どこ行かれたりするんですか、2人でご飯、まあ、ご飯以外のプライベート遊びに行くなら、例えば映画見に行ったりとか、ボーリングしたりとか。あの、でもご飯が多いですね。ご飯は、はい、なるほどね。いや、ちょうどね、本当にこの間、すごくよくちょうどの話があるんですけど、ちょうどばっかしですけどね。この間、あのファン感謝祭みたいなのがあったんです、はい、あの東京支部の、はい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 、ここで、はい、で、あの上の部屋でなんかあったんですけど、はい、その時にあの若手選手いっぱい、はいはい、いろんな選手、黒澤めぐみ選手とか、はい、あの辺の世代の若手選手、はい、で一人だけ山田隆一さんがいたんですけど、はい、むちゃくちゃ仲いいんですよ、みんなが。あ、東京支部の選手は、その若手同士は、はいはいはい、で山田隆一さんだけ端っこの方に座って無視してるんですよ、みんな山田隆一さん。いやいや、若手だ、そんなことないですよね。二人はそんなことないですもんね。一緒にいらっしゃいましたよね。みんな山田隆一さんのことほったらかしてね。いや、そんなことないでしょ。みんな無視。そんなことないですよね、皆さんは。ただちょっと
話しづらい空気を出してらっしゃるからね。先輩ですからね。優しいの、やっぱりあれ見てて、なんか俺レーサーってなんかもっとこう上の人がおったらもうパリってなってるイメージだったんですけど、ね、もうゆるゆる若手たちはね、まあ、いいじゃないですか。それ仲いいってこう競争します。今はだからそういう感じなんです。なんかノリ的にもなんかこう、まあでもまあ友達まではいかないにしてもね、こう、いいライバルですよね。だからみんながね、まあ、お笑い業界もそうじゃないですか、はい、もう今や売れたもん勝ちだみたいなノリになってますよね。はいはい、まあ、そうだね、はい、当時はやっぱりその先輩は大先輩、はい、っていうイメージでしたけど、売れてなかろうがね、売れてなかろうが、うん、はい、そうなんですか。ボートレースも今はこうみんなが横線、まあよ、まあ、なん縦はそんなに厳しくないけど横はちょっとこうみんなで仲いい感じになってるっていう感じですか、もう。とちなみにですけど、はい、こうそのこの先輩がいたらこの楽屋とかがピリつくなみたいな、こう緊張しちゃうなみたいな、怖いとは言わないですけど、緊張しちゃうような先輩いらっしゃいますか。あ、こいつは無理だなみたいな。いや、それ言ったら答えれないですよ。それは答えれないですよ。なんかね、普通、うん、後藤選手が特にお兄さんがいるから2人、うん、多分他の先輩からも可愛がられやすい。まあね、もう初見って、まあ、後藤の妹かってなるわけじゃないですか。中学校とかもね、そういうもんですよね。お兄ちゃんが先にいたら、あいつの妹かみたいなのね。この世界もそうかもしれないですよね。その中でそれ通用せえへん方しています。怖い人は怖い人、難しい人は答えれないです。やっぱ緊張って、やっぱ緊張しちゃう人っていますよね。でもオーラ、あ、じゃあいい質問に変えましょう、うん、一番オーラある先輩。あ、なるほど、かっこいいオーラがある先輩。東京支部で、あ、かっこいいなみたいな、うん、あんま会う機会ないんで浜名屋さんとか、ゴールデンウィークとかお盆とか、お正月とかそういう時しか一緒になったりしないんで、そういう時見たら、あ、浜名屋さんだと思う。浜名屋さんだと思います。やっぱりあるんですね。やっぱ後藤選手はいますか。なんかいます、なんか女子選手の中でもね。女子選手は結構会う機会も多くて、わきあいあいしてるんで、そんなピリって感じではないんですけど。なんか、いや、オーラあるなっていうのは誰かいます。オーラ、女子選手ではちょっと、女子選手は男子もいいですよ。男子の選手で男の人だと、でも花間屋さんも結構気さくに喋りかけてもらってるんですね。なるほどね。例えばだからお笑い界でいうと、僕らがこうデビューしてちっちゃい子が見てダウンタウンさんとか明石家さんまさんに会ったら、あ、さんまさんだ、ダウンタウンさんだってやっぱ思うじゃないですか。だから初めてボートレーサーって会って、わ、本物だって思った選手とかいます。ウリュウさんとか、あ、見たときに、はい、本物だ、本物のウリュウさんだ、本物だ、ありますよね、それは。後藤さんは女の人だと、はい、雲野さんとかはもうかっこいいって思いました。へー、かっこいいな、やっぱね、見てたからやっぱり。なるほどね、はい、なんかね、将来、そうか、今後ね、やっぱレーサーとしてね、こう上がっていくわけで、はい、逆に後輩たちからね、そういう風に思われたいですもんね。あ、後藤選手だみたいな、前澄選手だみたいになりたいですね。後輩はどうですか。後輩とか可愛がってたりするタイプなんですか。二人とも一回、あの、すいません、お二人ここなんかブラジルに行ったとか、すごい時差が感じると思う。遅いんですよね。そんな難しいですか、はい、可愛がってる後輩ね、うん、よく一緒に練習したりするのは114期の岡君とか伏見君とか、あ、はよく一緒に練習してるんで、ああ、なるほど、いろいろ話が、はい、つもりだと。後藤選手は、私はあのレイちゃん、戸橋レイちゃんとか、はいはい、レイちゃんとかクロちゃんとかも結構遊んだりしますね。あ、そう、可愛がってる後輩の、うん、なんか結構私は同期から下の女の子たちで集まることが多いんですけど、はい、110期とか、はい、なんでなんかあんまり県関係なくやってます。なるほどね、もうみんな仲良くやってると、うん、それはやっぱ女子会みたいなになっちゃうんですか。やっぱもうこうみんなで美味しいパスタを食べに行ったりとか、スイーツ食べに行ったりとか、そういう女子の感じ、まあ、女子は女子の話になりますよね、やっぱりね。そうですね、やっぱり恋愛の話とかにもなったりするもんなんですか、そういう時っていうのは。します、します。好きなだからアイドルがいたりとかするんですよね。先ほども気になったんですよ、その音楽番組見るということは好きなね、バンドの方なのか、それともアイドルのジャニーズさんなのか分かんないですけど、いらっしゃるんですか、そういう。そっちは好きじゃないです。そっち方向は好きじゃないです。そっち方向は、ちゃんとアイドル、そのジャニーズとかのアイドルじゃなく、うん、普通の歌番組みたいな、うん、生き物係系が好きなんですね。
あ、カラオケで歌いますもんね。生き物係ですか、ね、生き物係系ね、はい、ちゃんとね。あ、そういうことですもんね。なるほどね、なるほど、はい、あ、なんか今日、はい、サインのやつ、はい、プレゼントみたいなのあるんですよね。そうなんです。カラーボールを投げて取られた方にはサインの寄せ書きがございますので、はい、さあお時間もありますからね、はい、もう締め切り5分前になります。じゃあ、 最後なんでせっかくなんで、はい、一言ずついただいて、はい、カラーボールの方にカラーボール投げてもらいましょう。それでは今泉選手では、まあ、皆様に一言いただけますでしょうか。はい、はい、平和島で走る機会が多いので、しっかりアピールできるように走りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ後藤選手、はい、私も今年は1年年末 の賞金女王の、まあ、シリーズなんですけど出れるように、はい、頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあということでお二人からカラーボールを投げて、はい、取られた方は、寄せ書きがいただけるので、サイン寄せ書きになりますんで、ね、はい、気をつけてくださいね。押さないように気をつけてください。押さないでね。はい、おいっきりね、はい、気をつけてください。はい、ありがとうございます。ああ、後藤選手、後藤選手多分上に投げたかったんでしょうけど、下に行っちゃいましたね。ライナーすごいライナーを投げましたけど、はい、ありがとうございます。さあということでございまして、伊沢選手、後藤選手でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。